最後に4入学者選抜の概要について説明をいたします。附属中学校は奈良市全域から80人を募集します。附属中学校への応募資格は奈良市立一条高等学校附属中学校および奈良市立一条高等学校で6年間学ぶ意思があり、保護者とともに奈良市内に居住しているもので、小学校を令和4年3月に卒業する見込みのものです。なお現在奈良市内にお住まいの方につきましては、附属中学校入学日までに保護者とともに奈良市内に居住し、入学後も引き続き奈良市内に居住することが確実である場合は、事前に出願資格の申請を行い、承認を得ることで出願していただくことができます。入学者選抜の実施時期はこのようになっています。出願期間は令和4年1月6日木曜日から令和4年1月11日火曜日、郵送による受付を予定しております。検査は令和4年1月29日土曜日、合格発表は令和4年2月3日木曜日、入学手続きは2月4日金曜日が締め切りとなります。次に、附属中学校に来てほしい子どもとして3つの姿を挙げています。1つ目に、学習活動やさまざまな活動を積極的に行う子ども、2つ目に、物事に興味関心を持ち、得た知識や事実をもとに自分の考えを表現できる子ども、3つ目に、個性を持ちながら他者とつながり、共同して課題に取り組める子ども。このような適性を持った子どもに入学してもらうために、次の検査を行います。適性検査1、適性検査2は、ともに45分、100点満点で行います。面接は20分程度、30点満点で、入学や学校生活への意欲と適性等を判定します。適性検査1、2と同じ日に面接は実施し、5人程度の集団面接を行います。面接時間やグループは検査当日に発表をいたします。なお適性検査1、2につきましては、サンプルを3月の説明会で示しております。現在は奈良市教育委員会のホームページでサンプル問題を公開しておりますので、参考にしていただければと思います。合格者の決定につきましては、適性検査1、適性検査2および面接の結果、そして在籍する小学校長が作成する調査書の記載事項を総合的に判断して合格者を決定いたします。調査書には各教科の学習の記録、総合的な学習の時間、総合的な学習の時間の記録などが記載されます。これらの入学者選抜の詳細を記した入学者選抜実施要項につきましては、10月下旬から配布をする予定です。配布場所は奈良市役所内の奈良市教育委員会事務局教育政策課の窓口となります。その内容は奈良市教育委員会ホームページでも公開いたしますが、願書や振込用紙、封筒などダウンロードが不可能な様式があるため、大変お手数ですが窓口まで受け取りにお越しください。
配布開始日が決まりましたら、こちらもホームページでお知らせをさせていただきます。最後にご案内をいたします。本日の説明会の内容、また今後の情報につきましては、奈良市教育委員会のホームページにて公開をしていきますので、ご確認いただければと思います。以上で説明を終わります。ご清聴どうもありがとうございました。